渥美拓郎のおうちでワイン。今日のワインはこちらです。山形県の合算ワインが作っております北条神話というワインなんですね。甲州が 100% です。なんとなくね、昔ながらの甲州ワインという感じでコクがあっていけるんですよ。しかも安い。ノンヴィンテージですけど、日本ワインコンクールで銀賞も取ってるという優れものなんですよね。ちょっとふくよかな旨味がしっかり出ている、そういうワインだと思います。合わせますお料理はきゅうりとツナの和え物です。中華風かな。お醤油とかお酢とか、それから、ごま油がかかってますね。ごまも乗ってます。なんかほっこりする料理なんですけども、こういうお料理に、家庭料理に本当に合うワインだと思います。これ毎日飲んでも飲み飽きしない、そんなワイン、ぜひお試しください。北条神話でございました。